どうしもおこりんです。本日もスプラトゥーン3でかくれんぼをやっていこうと思います。ルールはこんな感じで、鬼のスペシャルバチボコにありです。というわけで今回はね、ツイッターの DM で隠れ場所を、ご提示いただきました。ちょっと今回の隠れ場所ね、マジですごいよ。スプラトゥーンの常識が覆える隠れ場所となっております。というのもね、スプラトゥーンには、まあ、こういうね、濡れない床っていうのが存在するんですよ。こういうのって言っときながら、ちょ、まだたどり着いてないねんけど。まあ、例えばね、このピンクの上。このピンクの上とかは、こう潜ってもね、ほら、潜れないでしょ。でも、この、濡れないところに潜る裏技っていうのが存在します。というのが、こちらなんですけど、ここ。あれ？ここ見てください、ほら。ここなんか潜れんのよ。すごくない？これ。この潜れないはずのピンクの床、ちょ、みんな見て。鈴田見て、これほら、すごいでしょ？ほら、潜れない床に潜れんの。すごいでしょ？というわけで、今回ここに隠れていこうと思います。っていうのもね、これ、アルファ側の、アルファ側から見て、この左側のとこしか無理で、反対のここではね、まさかの潜れないんですよ。こっちでも行けんのかなと思ってんけど、ここ無理なんですよね、ほら。だから多分、真ん中になんかこの棒が生えたじゃないですか。だからその棒が追加されたことで、なんか、不具合生じてんちゃうかなっていうことでね。よいしょ。わあ、ちょっと隠れんのむずいな。オッケー。だから相手視点で見たときに、これがどう見えてんのかわからへんけど、もしかしたらこういうのね、普通に裸族で隠れている可能性があるので、まあ、ちょっと鬼の視点も気になるとこですね。さあ、今回は、みんな真ん中寄りかな。鈴ナーが、俺の反対側。俺の真似してんじゃん、これ。ちゃう？やばい！おい！それはないって！なあ、それはないわ。バリボ、それはない。さすがに。ちょ、もう一回言っていい？一人目かっこやけど。でも一人目かっこやけど、もう一回言っていい？これ。ちょ、もう一回行かして、これ。もういいわ。別にいい。もうこうして、もう2回目見つかってもいいから、一旦、いつかか、見逃すかどうかだけ見させてもらっていいですか。もう、あれで今日のサムネネタ終わりは嫌やから、まあまあ、じゃあもう一回だけね、もう一回だけチャンスくださいよ。あ、っていうかなんか空豆敵陣地おるやん。ほらほら大丈夫でしょ？ほら大丈夫でしょ？見えないんですよ。見えないんですよ。普通は。はい。さあ、鈴奈がその裏で、アボカドの部屋が、アボカドの親か。アボカドの親があの上ね。了解。あ、アボカドの親行くよ。アボカドの親行っちゃうね、あれ。来た来た来た。さあ、渡って、渡りきれない。鬼渡りきれません。今のところ確保は1。オカリンは一応確保済みです。確保済みですけど、試したい。試したいんです、これを。鬼来てください。お願いします。てか、アボカドの親の方いかんの？いや、いつになったら行くね、あいつ。いた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 。え、見つからんの？え、アボカドの親見つからんの？うるせえやん。鈴縄は？鈴縄も見つからへんの？どうなってんの？信じられへん。ちょ、もういいいいいい。もうトルネードいい。お腹いっぱいやから俺。どう？ほら。ほら、バレないでしょ？ね？本来は俺もバレてないんですよ。いやー、もう鬼運いいな。本来僕も大丈夫だったんだから。めっちゃ悔しいんですけど。あ、鈴縄見つかった。現在2人です。今のところまだ罰ゲームですよ。さあ。いや、マジでこれ謎よな。おい、飛んでくんな。鈴縄飛んでくんな。どこに飛んでんねんってなるやろ。みんな。ほら、めっちゃ近い。危ない。あえてセンサー、ほい。あ、ここ。え、まさかの見つかってんけど！マジか！お！
オッケーオッケー、ひっついたひっついた。こっち帰ってこい、こっち帰ってこい。あかん、無理か。というわけで3人確保、おめでとうございます。さあ後半戦、天美術大学行きましょう。いや、ここね、前のかくれんぼでダイオウイカ、テイオウイカか、テイオウイカを使ってね、なんかちょっとジャンプ高くなって隠れるみたいな裏技したと思うんです。まあ、っていうのが、ここの上に普通は登れへんけどテイオウイカを使うこれ登れるみたいな感じだったんですけど、まあ、似たような箇所ないかなということで、まあ、大体このアフロがちょっと超えるぐらいの高さやったらテイオウイカでいけるっていうことで、ちょっとそこの場所探していこうか。俺も新しい隠れ場所をね、開拓していこうっていうことで、よいしょ。せやからこの上とかも、あ、この上とかワンチャン乗れんじゃね、乗れへんか。なんかそもそもこっちからこう行って、ほっ、いやー無理か、行ってみていい、ほっ、いやー無理か、その上行きたいねんけどな。あ、あー乗れるけど、乗れるけど滑るんですけど、マジか、ほっ、あー無理だな、くそ。どうしよう、残り10秒やねんけど、どっかいい場所ない、いい場所ないんすけど。アボガドも隠れてるっぽいな。どうしよう、今日俺インクレールのとこ行く。始まりました。あ、これ新しい、これ新しい、このこのインクレールにかぶせる感じ、これ新しいですね。うん、ちょっと手前だけ塗っとくか。オッケー、あ、手前塗った上でこれやな。さあ、今回アボガドまず来てるよ。アボカド大丈夫そう？アボカド行ったな。で、帝王イカ。そして、自陣側に空豆とバリボ山本がいますね。あのビーコンは一体何なのか。さあ、今回96ガロンですよ、鬼。いや、帝王イカコスパ悪いんちゃう？帝王イカ全然濡れへんからさ。これ使えば時間のロスすごいんやけど。ね。いや、逆に帝王イカで見つけたらすごいけど、今回はメインのインク効率3積んできてるね。3以上でスペシャル使うからあんま関係ないのよな。さあ来た、頼む、見逃してインクレール僕をパパ、あー、なんか流れ作業で倒された。なんでギア全然解放してねえじゃんお前、なんなんだこいつ。空豆あそこな、オッケー。じゃあどうしようかな。上打ったらややこいか俺。ここにするか。あ、こことか乗れそうじゃね。ほら、ここ乗れるからさ、帝王イカここ乗れそうやな。うわー、そこありだな。全然普通にはいけへんもんな。ちょっと時間なさそうやな。アボカドめっちゃ動いてねえけど、あいつじっとせえ。さあ行ってるぞ。バリボは、バリボそれ手前か。バリボこの電信柱の街灯の裏やな。さあ間に合うか、さあ間に合うか。今のところ鬼罰ゲームです。自陣にさえ来れば、自陣にさえ来れば2人いるんですけれども、残念ながら下降りてしまいました。もうアボカドすんごい動いてる。お前さすが勝ち確定やもんな。あ、来た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 。空豆上にいるよ、空豆上にいる。うわー、きつい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 。バリボーいける、バリボーはいける、頑張れ。あー、どうだどうだどうだ。うわ、その上も塗るんや。うわ珍しい。あー、鬼向こう行っちゃったねー。これは鬼さん罰ゲームですわー。はい、バリボー山本ナイスね。そこ強いね。で、空豆そこでワンチャンアボカドの可能性ありそうやけど、ないな。間に合いません。ここか。ナイス。というわけで、今日のかくれんぼ行って持ってくれたら、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。鬼、罰ゲーム。ほな、また次回お会いいたしましょう。お疲れ。バイビー。